いのご飯のあやです。皆さんこんばんは。今夜はしばらく前に武蔵村山にある村山ホープ軒本店に伺った時の動画をお届けします。赤の日差しが遠くからめっちゃ目立ってました。それでは早速行ってみましょう。さあ、初めて伺ったこちらのお店、地元で人気なのはもちろんのこと、遠方からもファンが来店される人気店と伺っております。大きなカウンター中心のお店で、中央のスペースをお店の人が行き来して注文を取るシステムです。さあ見てください、手際よく作られたラーメンが到着です。この時はチャーシュー麺メンマ入り、チャーシューがたっくさん入ってて、まあ美味しそうだこと。スープの厚さで油が少しとろけているところがまたたまりませんな。ということで、この一口目、どんな味か楽しみです。それでは行ってみましょう。美味しいです。この背脂って見た目から脂っこいんじゃないかなって想像する方が多いかもしれません。かくいう自分がそうでした。しかし実際に口にしてみると、この雪のような背脂が口の中でスーッとね、あっという間に溶けてしまうんです。背脂の甘いコクがスープに混ざって、何とも言えない味わいになるんですよね。この背脂を足してみようって最初に思った人、本当にすごいと思いますよ。そしてこの背脂がこの太めの麺にしっかりと絡んでいきます。こちらの麺はちょっと太くて長め、しっかりとコシがある麺です。噛むともちっとした食べ応えがあって、背脂とスープのコクに全く負けてない、この存在感がドーンとある麺です。こういうもちっとした食べ応えの麺も好きなんだよな。というかね、思い返すとどの麺もそれぞれの良さがあって良かった気がします。ラーメンって本当に魅力が多くて、スープとのマッチングによって食感や味わいの印象がガラッと違うところが、またラーメンの面白さの一つかもしれません。例えば以前新潟で食べた燕三条の背脂ラーメンに印象がちょっと似てる気がしたんですけれど、あちらはね、煮干しの風味があって、しかも上から刻み玉ねぎがたっぷりと乗ってるんで、やっぱりね、全然食べてみると違うんですよね。まあ、このホープ軒と言いますと、その成り立ち、歴史に関しましては、まあ自分本当に素人なので、詳しい方にお任せをいたします。まあとにかくこの名前だけで言うと、東京に上京したての頃に名前を聞いたことがありました。自分のようなラーメン素人でも聞いたことがあったぐらい、東京で有名なラーメン店の一つというふうに聞いておりました。なんとなくね、そのイメージがあったもので、昭和のラーメン店という勝手なね、印象を持ってたんですけれども、これがその背脂がちゃちゃっと入ったラーメンだって知ったのが、もうこれだいぶ後のことでした。そもそも実家の宇都宮にいた時に食べたことがあるラーメンって、背脂ってものが乗ってたことが全くなくてですね、振られた白いものが背脂だってこと自体全く知りませんでした。まあとにかくもロイドのツアーのおかげ、そしてメロンシートが好奇心旺盛だったおかげで、全国各地のさまざまなグルメ、そしてラーメンを食べ歩くことができました。一口にラーメンといっても、一杯が出来上がるまでの歴史がありますし、この今の見聞って長年一緒に日本を回ってきたおかげだなぁと深く思います。だって今から同じように日本を回って食べ歩くなんて絶対無理ですもんね。人生の中で何者にも変えられない貴重な経験をさせてもらってきたなって、今動画を見ながら改めて感謝の気持ちが湧いております。さあ、初めの味変ということで、今回は胡椒を選びました。この背脂の甘さに胡椒のスパイシーな香りがとっても合います。ちょっとね、辛めの味付けというのがね、このスープにはとても合ってる気がしました。
この時自分が伺ったのは夕方の時間帯だったので、ちょうど近所の家族連れといった雰囲気のお客様が何組かいらっしゃいました。伺った時は男性と女性の店員さん2人体制、寡黙ながら目配りと気遣いが感じられる店主の方が次々にやってくるお客様からの注文をテキパキとさばいていました。女性の方はサポートをしながら注文を取ったり片付けたりと見事な連携プレー。さあここで第2の味変、一味でございます。胡椒があったってことで、これね絶対辛みが合うと思って2杯入れております。先日の萩原屋さんの動画でも辛いの食べてましたけど、この辛いの好きなの鉄板ですね。そしてやっぱり思った通り、この辛みがこのスープにとっても合っておりました。そうそう、先ほどのね店員さんの動きの話に戻りますけど、人気店って出る杯数が違うからか、テキパキした流れ作業が板についてる店員さんって多い気がします。皆さんどうでしょうかね。自分が思うに、まあ私の本当に個人的な意見ですけど、そういったねテキパキした店員さん、これもまた人気店の証なのかもしれないなぁと思いながらついつい見入ってしまいました。さあ今回は2回の味変、しかも最初は胡椒で2度目は一味と、なかなか強力な味変を重ねてまいりましたが、最後までスープの勢いが全く衰えておりませんでした。今回の麺の存在感もそうだし、最後までねこのそれぞれが良いバランスで終わる一杯って本当にすごいと思います。最後の最後まで心から満足できる一杯でした。ごちそうさまでした。完食。ごちそうさまでした。いえいえ、ありがとうございます。さあ本日のロイドご飯はいかがだったでしょうか。しばらく前の動画になりましたが、この動画を見ながら当時のアットホームな温かさが蘇ってきました。しょっちゅう行ける場所ではないんですけれど、大きな赤のひさしといい、お店の雰囲気といい、湯気が立ち上るあのザ・ラーメンといったいでたちのラーメンといい、記憶にしっかりと刻まれるお店だったと思います。どこか昔懐かしい味、お近くにお立ち寄りの方はぜひ行かれてみてください。動画をご覧になっていただいて、一緒に楽しんでいただいたら嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。